して1回目終わりましたんで、ちょっとお昼ご飯をみんなで食べようかなと思ってます。そばちゃん見てます。はい、いただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。今回はですね、カトリーナさん、よく出前に頼むんですけども、はい、ね、あ、お姉さん食事中、ごめんね、ちょっと通るわ。どうぞどうぞどうぞ、通ってください。ごめんやす、遅れやす、ごめんやす通る。すいません、通ってください、すいません、姉さん休憩中に、申し訳ございません。カトリーナさんでございます。はいはい、やったそうです。他にもね、いろいろ頼みますけども、小柄屋さんとかね、でも何が通ったんやでっかい太もも取ってたんだよ、お前。アイちゃん、アイちゃんでした、今の。アイちゃん、ガンなってるよ。なんで？うまい。うまい。何回取らんの、太もも。太ももだけの人。ニーナさん、はい、お出かけされるんで、ちゃんと。あ、お出かけするとき？これ、ズボンおかしくない？いや、全然おかしくないですよ。衣装やな。ズボンだけ衣装。お姉さん、ズボンだけ衣装なんですか？これ衣装やね。でも、ぽい。めっちゃマッチしてるんで、お前大丈夫。いや、みんな下注目してるけど、こ上すごいね。これな、ダウンの半袖ですか？ちょっと寒いね、袖が。すごいな、初めて見たダウンの 半袖。レレレレレ、いくつなった？あ、21です。21？ はい。わかりました。ニャンちゃんは？21です。21？ はい。アイちゃんは？座長は？33です。一回り上やん。ゾロ目です。ゾロ目、やった。ヤスヌさんは33です。イエーイ。結婚してるからね、ヤスヌちゃんは。手だけ入りよ。33です。なんで手だけ入れんねん。33です。2やないか、それ2やんか。イエーイ。なんのこっちゃ。それはやめろ、おい、顔かぶっとらないか、顔犯罪者みたいになってるやろ。そばちゃん、ご飯の割合間違ってない？あ、間違ってる。おかず絶対先なくなって、はい、そうですね。やばい、これだけ使っていいよ。いいですか、ありがとうございます。自由にどうぞ。ありがとうございます。よかったな、落としたよ。めちゃくちゃ落としました、すいません。うるさいな、おい。ラーメンかな、じゃちゃうやん。何食うてんの。リミネさんに、うん、メカブをいただきまして。メカブの吸ってる音やった今。はい。見せんでええねん。メカブの吸ってる映像見せんでええねん。おいしいです。おいしい。食べます。ちょっとだけいらんわ。全然いらんわ、ちょっとだけ。食べません。ほかすぐらいの量やで、それ。うるさいな。うるさいわ。でか足女、うるさいわ。腹見せんな。腹だけ。全然、それ何やの、俺の顔隠すやつ。やすよちゃん、やめてください、本当に。ニーナさん、どういう人タイプなんですか？まだ言うてないね。言うた後とかや、それ。どういう人タイプ？うん、明るい人、一緒に楽しめる子がいいですね。タイプは、見た目、うん、背高くてもええかな、俺より。芸能人で言ったら、井上真央さんとか。おー、他は、他、うん、杉崎花さん。はい。私やん。嘘つけよ、おい。それ私やん。全然ちゃうわ、おい。食べて出てこな。私やん、それ。どこがやねん。アピールされてます。してないよ。一個も真逆やん、全部。明るいだけやないか。何や、今の。どうせやないねん。出会いはないんですか？ん？やっぱり女性学校やから、それは恋話した方がいいんじゃないですか。うまい。出会いはないんですか。出会い、うん、ちょこちょこありますよ、そら。え、あんねや。うん、でも、やっぱ発展しないんですね。あ、そうですか。今好きな人いるんですか。今いません。気になる人はいるんですか。気
きない人も、うん、おらんな。へえ、それはなんでですか。なんで気になる人、うん、で今そうときめく人いないんですか。うん、ほんまに欲しいと思ってないからかな。うーん、そういう人が一番いいんですか、うん、いや、さっき言いましたよね、明るい人。私やん。お前ちゃうねん。いや、明るいけど私やん。あいつ明るいけどアピールされてます、めちゃくちゃ。してないねん、してないねん。完全にライラちゃん株取ったんやよし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 、わー、わーやねん、わーやないねん。はい、ご飯食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そばちゃんもね、すみません、本当にカメラばっかりやらせてしまって。いえいえいえ、とんでもないですね。いただきました、皆さんで。はい。で、みんなこの後は何するの？みんな大体は。自由時間。自由時間。楽屋でまあ、スマホ見たり。はい。まあ、姉さん方でよくなんかドラマ見てもね。はい。タブレットで見たりとか。自由時間するんですね。わかりました。じゃあ、僕もちょっと休憩します。お疲れ様でした。さあ、今日一日もう舞台も皆さん終わりましてね、ゆみ姉さんはちょっとお仕事がありますんで、さっき帰られました。手伝います。ありがとうございます。はい、何したらいいですか。まず一日の舞台が終わって肩揉んでもらおうかな。違うか。はい、でなんかあれはもうプッシュプッシュみたいすな。プッシュプッシュやねん、もうそれ。それはみんなに聞いてください。はい、まず机と鏡を拭く。これは男性楽屋と一緒やね。はい、はい、鏡とかこういう文字が、うん、文字がね、こう書いてあるんで、うん、それを使って。こんな感じ。安田ちゃんのやつか。大丈夫かな。そうですね、そうやってかからないように気を使いながらお願いします。怒られてるよ。はい、どんな感じ。あ、まあ、もうお好きに。これに関してはお好きに。はい、うまいんちゃう。すいません。はい、あ、なんでしょう、姉さん。姉さん、すいません。ダスキンさんって、はい、まっすぐ向いて、ま、はい、っすぐ見たとこの汚れだけじゃなく、はい、こっち、こっち、下、上の汚れを見てるんですね。はい、それがダスキンさんなんです。なんでダスキンの詳しいの。なんでダスキンの情報詳しいんですか。バイバイ、言ってみます。バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバーイ。帰りたいです。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にバイバーイ。すいません、一日。ありがとうございました。ありがとうございました。変なファンか。手離さへん。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。見つけて。これですね、拭いていきますんで、お願いします。お願いします。 OK、 塩。これ、あ、これね、これでこれをここにね、拭いていきたいですね。お願いします。はい、はい、お願いします。いきましょう。これでも素材、薄いよ。これで一枚いってみたいな。ほんまに、はい、ほら、なるやん。もう、めっちゃ辛加減、ちゃんと考えてくれた。すいません。はい、ということで、そのじゃあ、はい、一日女性体験。いや、もうありがとうございました。終わりました。はい、めちゃくちゃ疲れました。めっちゃ疲れました。いや、本当に朝早いし、今日はまあ楽日ということでね、うん、最後まで手伝いましたけど、お掃除までやりましたけど、長い長い。そうですね、ね、もう結構時間かかります。いろいろあるんですね、本当に。はい。一番びっくりしたのは、本当に冷蔵庫の中ですけど、きれいに冷蔵庫の中出して、あれしないんですか。掃除男性しないんですよ。男性も年末だけですからやるの。そうなんですか。年末大掃除で中のペットボトルも名前書いてないやつだもうバー捨てて、で綺麗に拭いてっていうだけですから、うん、週の途中とかでもやってます。それ冷蔵庫見てます。途中でも。はい、まあ、お姉さん方よう使いますからね。そうですね、お弁当持ってきたりとかで、はい、本当に疲れました。いや、でもなんとか頑張りました、そもちゃんの代わりに。いや、ありがとうございます。よかったですか。本当にで、そもちゃん初めてこの、はい、評価というか聞くんですけども、うんうん、僕は決めましてですね、吉本新劇ヒーロー YouTube マン、毎回ですね、お手伝いが終わった後に、うん、5段階評価で評価してもらおうということで、はい、1いいな、2いいな、
3イーナ、4イーナ、5イーナで、2イーナにいたらもうほぼ2イーナですけども、それやっております。もしですね、1イーナぐらいの評価やったら、辻村くんという作家のね、考えまして、罰ゲームで次の日はやろうということになってますので、なるべくよろしくお願いします。はい、大変でございますから、はい、明日もね、罰ゲームやらないとダメですから、もし1イーナでやったら、あったらね。じゃあ評価は、はい、そもちゃん、よろしくお願いします。今日は、5イーナです。5イーナ出ましたー。ありがとうございます。満点でございます。よかった。お助かりだったんで。いやでもね、本当に見ていただいた方もありがとうございます。多分取れ高がだいぶ豊富になりまして、多分2日に分けております。そもちゃんありがとうございました。ありがとうございます。いやいい体験できました。そして見ていただいた方、最後まで見ていただいて、2日とも見ていただいてありがとうございました。また明日お会いしましょう。さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。新名哲郎でございました。